肉親チャンネル始まるよ。皆さんこんばんは、肉親チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、皆さんから結構ご質問をいただきます、ジムニーの納期、早く乗るためにはどうしたらいいんですかっていうことのについてですね、私なりの技を、ちょっとした裏技をですね、ご紹介していただき、いきたいと思います。2つあります。はい、まず1つ目です。1つ目は、展示車を狙うことです。展示車、試乗車を狙うことですね。はい、一般的に展示車、試乗車を狙うっていうのは普通のことなんですけども、今回ジムニーみたいにですね、全然車が来ないよっていう時は、試乗車、展示車を狙う場合のポイントがあります。それはですね、小さいお店の試乗車、展示車を狙うことです。特に展示車ですねを狙うのがいいと思います。なんで小さいお店かっていうとですね、小さいお店はですね、車を展示するスペースが少なかったりとか、あとは資金の関係で、新しい、展示車を入れたりする関係で、今の展示車をなるべく時期が来たら早く売ってしまいたいなって思ってるお店があるんですよ。で、逆に大きいお店の場合ですね、展示車をいろんな種類置きます、置けるね、余力とスペースがあるので、そういうお店はですね、次の展示車頼んでもすぐは来ないって分かってるので、ちょっと展示車、試乗車取っとこうかなっていうふうになるんですけど、小さいお店、町の整備工場さんみたいなところで車屋さんもやってるよっていうところで、例えば5台ぐらい展示車が並んでますとか、2、3台しか並んでませんよとか、中古車も含めて10台ぐらいだよとかっていうところにもジムに置いてたりするんですよね。そういうお店の場合は、その先ほど言った、展示車をこう売ってしまって次の展示車を入れたいのでですね、こうサイクルを早めたいということで売ってくれる場合がありますので、そこちょっと声かけてみるといいのかなと思ってます。で、声をかける時のポイントがあります。車屋さんの方もジムニーがすぐ来ないって知ってます。ですので、明らかにこれ売ってください、売ってください、この展示車売ってください、売ってくださいって言うと、もう欲しくてしょうがないんだなと、じゃあ高くてもいいんだったら売ってやるみたいなことになりかねないので、ここポイントですよ。先に新車の見積もりをそのお店でもし取れるんであれば取ってみたらいいと思います。で、値引きはいくらぐらいになりますかっていう話をすると、新車の場合、例えばよくわかんないですけど5万ですよとか10万ですよとかっていう話になると思います。で、その後から、そういえばあそこに展示車あるんですけど、もし展示が終わったら譲ってもらえないでしょうかっていう話をですね、すれば、さすがに展示車なのでお店の方も新車より高い値段で売るわけにいかないので、最高で先ほどの新車ぐらいの値段、もしかするとそこからさらにね、少し展示した分あるから安くしてくれるよっていう風にですね、言ってくれる可能性もあります。足元見られないようにですね、こういう作戦を取ってみるのいかがかなと思います。それで、じゃあ小さい車屋さんにジムニーあるかな、どのぐらいあるのかなっていう感じなんですけど、私の予想だと小さいお店でジムニーを展示しているお店は全国に多分 2,3,000 件はあると思います。つまり、2,3,000 台はですね、譲ってくれる中古車がある可能性があると思いますね。先ほども言いました、大きいお店ではなく小さい町の整備工場とかがやってる、スズキの看板のあるお店でジムニーの展示車とか試乗車が置いてあるお店にちょっと相談してみるっていうのもいい手だと思います。私の予想ですけど、多分、仕入れてからだいたい3ヶ月ぐらいで、入れ替えたいなって思ってると思います、車屋さん。で、新しい乗用車のタイプ、スズキの車なのか他のメーカーね、他のメーカーを取り扱っているところも多いですので、そうするとやっぱ新しいね、トコットをちょっと今度入れたい
なと思ったらジムには時期が来たら売ってしまいたいなとかっていうところもありますので、そういうちっちゃいお店をですね狙ってみるのいいかなって思ってます。はい、そして2つ目は、ディーラーとか大きいお店でキャンセルが出た車がないか聞いてみるっていうところですね。やっぱりこのぐらい納期がかかってくるとごめんなさい、かかってくるとちょっとやっぱりなっていう人出てくると思います。例えばね、家族構成が増えちゃって、家族が増えちゃって家族構成が変わったよとか、ちょっと待ちきれなくて車が壊れてしまって他のを買わざるを得ないよとか、ちょっと奥さんに、バレてしまったよとか、そういうこともあってキャンセル出てるケースがあると思うんです。だからそういうのがないかどうか聞いてみるっていうのが2つ目の手ですね。で、先ほども言いましたけど、こちらはディーラーとかに行くのがおすすめですね。っていうのは取扱い台数が多いので、そうするとキャンセルの車が出る確率も高いということです。で、ここ1つポイントなんですけど、そういう話をする場合はやっぱり店長クラスに話をしてみるといいと思います。なんで店長クラスかっていうとですね、個々の、営業マンだと自分の分の注文の分は管理してるんですけど、他の人の分は分かんないんですよね。で、店長クラスだとみんな分の注文とかをですね一括で管理している可能性がありますので、店長クラスの人に伺ってみるといいかなと思います。はい、それで、もう注文しちゃったよっていう人いると思います。ディーラーとかでもうジムに注文してこれが待ってんだけどまだ1年かかるよとかっていう人、もし今のグレード、希望のグレードとか車種とかがに特にこだわらないのであれば、お店の人にですねその話をしてみるといいと思います。もしキャンセルの車出たら私に回してもらえるように連絡いただけませんかと。そうするとですねキャンセル出た車こんなのあるんだけどどうかなって言われると思います。で、現状で、あなたの頼んだ車が、もし人気車種でその、ね、購入者さんの欲しい車買った車の後にも同じような車をね注文してる人がいれば、もしあなたの注文した購入者さんが注文した車は次の人に回せばいいだけなんで、キャンセルの方の車紹介してもらってそっちにこうね引き当ててもらうことって多分ねできるんじゃないかなと思います。まあ 100% ではないのでそこはちょっとあれですけども、はい、まあその可能性はゼロではないとは思いますね。はい、いかがでしたか。ちょっと2つの方法をですね今日はお話ししてみました。あながちね間違ってないと思います。特にね1つ目の展示車狙うちっちゃいお店の展示車狙うっていうことに関してはなかなか皆さんが考えない穴場ポイントだと思いますよ。で、ちっちゃい車さんの、展示車とかなんですけど、大体皆さんですね展示車に入れるときにやっぱその後ね展示が終わった後に売ることを考えて、だいたい仕入れてると思いますので、結構ね売れ筋グレードというか人気グレードの車種を、取り扱ってるお店も多いと思います。ですのでね結構狙えるんじゃないかなと思ってます。ちょっと田舎の方の町の車屋さんとかで見つけたらですね、ちょっとおじさんちょっと聞きたいんだけどこの車展示終わったらどうすんのって聞いてみるといいかもしれませんね。はい、皆さんの参考になればいいなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。よければいいねボタンの方、また見たいなと思ってくれたらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。